はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。はい、いよいよジャパンカップスタートですね。ステップリーグ1位北のブリザードとの戦いになります。はい、こちらですが、北のブリザードの力見てみましょうか。選手データすごいな。 C と D ですか。 A が1つだけありますね。 B も 2つだけ。このように普通に戦ったら勝てる相手のはずです。今季はステップリーグ1位ってことで2位に上がってくる可能性は高いですね。2位じゃない、ステップリーグじゃなくて、N2 リーグに上がってくる可能性は高いです。まあ、なかなか、強いチームと当たるということになるんじゃないでしょうか。まあ、油断できない感じですよね。トップオブ N スタジアム。スタートです。そうですね。一応、今、緑、イエローカード2つ持ってんだ。クルミを待機させておいて、一応この2人でやってみましょう。ナナコがもうこんなに落ちてんだな。ヤンを入れましょう。サヨも久しぶり登板ですね。サツキの代わりにはクラリス入れましょうか。ヒラリーとミオを変えましょう。守備陣はカルメン、セツコ。節子をマナミの代わりに。でもマナミ強いから、マナミを入れましょう。カナも。萌えの代わりかな。ジャネットと綾香の代わり。萌えも待機しときましょう。みゆきもいいですね。疲労感を入れましょう。で、これをどうするかですけど、萌えとみゆきがいいのか、カルメンも無視できないですけどね、カルメンにしましょうか。さあ、先方はこの通り。なんか引いた3人ですよね。特にマークは用意しません。80% すごいな。ホームとはいえ、しかも客ほとんどいない。いやー、応援しましょうよ。いくら、弱小相手とはいえ。確か練習、この辺のクラスは練習試合でやってて、落としたメンバーで3対0で勝ったりしてますからね。まあ、勝って当然でしょうという感じはしますね。わ、いきなりか。いきなりピンチです。さよ、ナイス。抜けますね。おっと、山根に返されたが、ここ、節子が抜けてみ、これは、コナキックです。さあ、ジャネットが上げていく？学び？入った！先取点！学びでしょうか？守備に当たったんでしょうか？サクッといい流れを持っていきます。ジャネットから学び。ああ、守備に当たって、それが追いつかずに1点取ったんだな。幸先のいいスタートです。さあ、ここエリカが
きっちり反対サイドへジャネットと思ったら逆サイドへ戻していきます。おっと、西澤を捉えたぞ。これはあっさり捉えすぎ。まあ、すぐ取りましたけどね。こういうとこ気をつけていきたい。さあ、ここうまくエリカにボールを渡しました。さあ、ここはと、これは決めてほしいが、もったいない。2点差はきっちり決めたいですからね。ヤン。ヤンが奪いました。さあ、ヤンが直接。これは簡単にいかないですよね。早くも北のブリザード交代です、選手を。動きが早いです。さあ、相手が疲れてきたところへどう、仕掛けていくかですよね。おっと、反則スレスレの、ブロックだ。ちょっとこれ無理があるんじゃないのと思ったら、ユーナがすぐに上げます。ちょっと、不用意なとこにボールを落としすぎ。スピードが違いますよね、やっぱり。でもここ気をつけないと。危ない！意外とこれ本気出さないといけないかもしれないですよね。おっと、すぐボール取られますね。ここら辺が不思議ですが。左ですね。前半終了です、ここで。さあ、これで後半行いましょう。サヨが直接。ちょっと気抜きすぎなんじゃないの？悪くないメンツなんですけどね。さあ、節子。これは自分で持っていって、キーパーに止められました。パッとしないですよね。どうって。広川直接キャッチです。サヨが自分でシュート2点目。これは大きな2点目。点取られなきゃ勝てますからね。言うなから、こうサヨが簡単に渡って、ちょっとシュートに不安はあったんですが、それでも、ゴールに。飛び込みまして2点差となりました。さあ、ここでですね、選手交代を考えないといけません。誰にするか悩みどころですけどね。カルメンとモエがいるのか。カルメンを真ん中に起用、モエを入れましょう。守りに入ります。おっと、交代は成立しない。さあ、慎重に行ってます。おっと、山根？おお。さあ、サヨから、そこ、ジャネットの、もう一回サヨ、ジャネット。サヨが真ん中を突破してきます。さあ、選手交代です。一気に交代枠を使い切ります。相手の北のブリザードも、選手交代しましたね。さあ、ここ気をつけたい。ヒラリー。入ってきたヒラリーです。さあ、逆サイドから。こういうとこはいけませんよね。広岡直接キャッチします。さあ、ちょっとピンチだ。そこは萌えが。
ヘディングでキープします。さあもうほとんど時間が残ってない。広岡しっかりキャッチ。これで試合終了、2対0ですね。もうちょっと差をつけてほしかったが、想像以上に北のブリザードが強いんでしょうね。いきなりピンチを来ます。ポストですよね。まなみ、これはちょっと慌てすぎたか。それでもあのまなみがきっちり決めます。ジャネットがあって、まなみがヘディングへ、守備が防ごうとしたんですが、それは決まり、及びませんでした。これも危なかった。大網ほぼフリーでしたからよね。ユダキも節子、ここはキーパーにナイス阻まれた。後半18分、左右に渡ってちょっと弱いかなと思ったんですが、左隅にきっちり決めてきました。さ、まあこれはなかなかね、うまく守備を決めてました。サヨもエリカまでシュート打ったんですが、エリカこれは決めてほしかった。落ち着いてキープしてからシュートすればいいんですけどね。ボールキープが結構大事ですよね。意外と少ないですね。課題は4つです。さあ、1回戦突破。2回戦は、もう N 派なんですね。高知四万十す。ジャイアントキリングはあるのかな？やっぱり、格差があるんで、ジャイアントキリングは容易には成立しませんよね。順位まで見てないですが、下位のリーグが上位のリーグに勝ってるということは、この1回戦ではなく、順当な結果に。1回戦、クラーカリバーズが、北のブリザードを制しました。日本代表チームのメンバーが発表されました。クラーカリバーズから2人。さあ、誰と誰でしょう。まず奈々子ですね。そして、我が、くるみ。エースストライカーのくるみですね。この2人が選ばれました。はい。というわけで、見事に、1回戦、まあ、突破しました。もっと突き放すかと思ったんですが、2点差ということで、もう少し頑張ってほしかったです。次回、高知四万十すと、これはリーグ戦なんですが、実は、ジャパンカップも高知四万十すなんですよ。つまり、高知四万十すと、N1 公式戦して、ジャパンカップ2回戦と2連戦することになります。そういう意味では、順位なんですが、相手は。契機となる試合なので、しっかり、勝っておきたいなと思います。はい、では、次回、小町四万十すとの公式戦をお送りしたいと思います。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この動画、最後の30秒で、最後の20秒か、20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されますので、お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい。というわけで、ご視聴いただき、ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。